はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日はですね、ちょっと前にもこの光景見たかと思いますけれども、本日訪れているのはこちら福六十さんということで、こちらのお店はですね、先日かき揚げ丼が有名ということで、とんでもないサイズのかき揚げ丼をいただいたんですけど、どうしてもねやっぱりまたちょっと美味しすぎたので、今日も食べたいなと思いまして訪れております。ただですね、前回ちょっとこのかき揚げ丼の大盛りで、他の定食だったりとか3玉以上ぐらい入っているような冷や麦ですかね、そういったものをいろいろといただいたんで、このかき揚げ1枚食べきれませんでした。だから今日は絶対に完食しようと思いまして、かき揚げ丼並盛りで頼んだんですけど、なんでですかね、2枚かき揚げが2枚入っておりますね。ちょっとね、まあ、ご飯自体は通常の並盛りなので、食べていきましょう。早速ね、いろいろとちょっと食べながらいただきます。でもうね、ギリギリのバランスでこちら保ってますので、多分このままじゃ倒れちゃう。だから、一旦ですね、かき揚げは寄せつつ、一応これで崩壊することはないんで、丼がね。で、こちらのね、福六十さん、店名にもね、蕎麦どころ、ついておりまして、お蕎麦屋さんなんですけれども、前回、冷や麦はいただきましたが、お蕎麦食べてないなということで、今回ね、セットメニューなんで、こちらのかき揚げ丼にはね、このお蕎麦のセット、つけさせていただきました。伸びちゃうといけないので、早速お蕎麦からいこうか。うわー、うまそう。いいね。うん、うまっ、うまっ、うん、うん。うわ、今日一食目だからたまんなくうめえわ。でも今回このかき揚げ丼に関しては完全に並盛りですけど、量すごいね。お蕎麦だけでも普通のセールの2人前くらい入ってる気がするんだけど。一回食べきっちゃおう、伸びる前に。ひとまずお蕎麦食べ終わったんで、熱々のかき揚げ丼いきましょう。これ僕の手結構デカめですけど、手のひらより全然デカいっす。ましてやね、この厚みですから、この1枚でとんでもない量ありますよ。うわ、うん、うまっ。やっぱめちゃくちゃうまいな。玉ねぎ甘っ。持ってない。先日ね、この福六十さんテレビでも取り上げられていて、やっぱりね、このかき揚げ丼紹介されてました。で、その際にね、この調理風景なんかも映像に映ってたんだけど、これがね、ちょっとだけ噛んだところ映ります。すみません。これ中心ところ分かりますか？こんだけ分厚いのにしっかり黄金色なんですよ。やっぱりこれを調理するときにしっかりと中に火が入るように二度揚げとか、まあ、丁寧なね調理をされているそうで、本当にね、デカ盛り界の中でもトップクラスで、手間がかかるけど美味しい料理って感じ。うまっ。この前撮ったのにまたかと思って、皆様すいません。本当にね、それぐらい
また食いたくなるかき揚げ。うまっ。他にそろそろ一回これ分解してかき揚げ丼として食べていいですか？これね、丼としたらこんだけ乗ってりゃまあ十分な量ですよ。上のかき揚げもね。でもこれまだまだここにも残ってるし、まるまる手つけてない1枚もありますから、俺今日も持ち帰りになる気がするな。うまっ。うまこれさすがに1枚とご飯を食べきれないと次の丼に行けないな。ふう、ただいまカメラ回して約20分弱、ようやく並盛りのご飯とかき揚げ1枚食べきりましたけれども、やばいな、1枚とご飯終わってもなおまたこのサイズすごいな。じゃあちょっとおうどんもあれか、できるだけ早く食べないと。一旦お蕎麦は置いておきつつご飯行こうか。今回こちらはね、焼肉 TKG ということで、本日のおすすめと張り出しだったんですけれども、これやばいっすね。この焼肉に温玉が乗ってる最高の一杯。めちゃくちゃ食欲そそる。お肉これですよ。やば、めちゃくちゃうまそう。うまっ。ほら、しまって。うわぁ、この丼、やば。これ、間違いないっす。最高にうまい。このタレがうまいんだ。これお肉はもちろんだけど、この甘辛いタレ絶妙。これ比べると分かりやすいですね。こちらのおうどんが並盛りサイズですね。で、前回もかき揚げ丼大盛りで注文した時はこの丼だったんですけど、分かるかな、全然違う。多分ね、倍ぐらいご飯入ってますね。やっぱそもそも何でもベースがでかいから、大盛り注文はここは注意しないとやばいな。
そしたらそろそろこちらの温玉ですね。うわー、うまそう。うんま。うまい。めちゃくちゃにうまいっす。うわー、合うなこれ。苦しい。いや、これは今日もちょっとするぞ、撃沈の予感。今日は並盛のかき揚げ1枚の丼とこのお肉で無理せず帰るつもりだったんだけど、やばいね。この丼自体は TKG なので、ご飯の方に卵がもう和えられていて、その分ねスルスルいくはいくんだけど、気づいたら今満腹感がすごいですね。こいつは危険な丼だ。こちらの焼肉 TKG 丼セットは、あとこのうどんだけですね。ということで、ごめんなさい、今回も完全に勘違いしておりました。こちらの福63のかき揚げ丼なんですけれども、並盛りであればご飯も減るし、かき揚げも1枚かなと勝手に勘違いしておりまして、今回もですねこんな感じでセットでいろんなねメニュー2品ですね頼ませていただいたんですけれども、想定よりも全然多い。もうやっぱりもうね、僕らでも本当に満腹満足ということで、ちょっとですね横の方にも集団でこうパーティーといいますか、お客様いらっしゃってしまったのもありまして、本当に満腹で、これ以上はやばいことになりそうなので、今日はこの辺りでかき揚げ残り1枚ね持ち帰りさせていただこうと思います。
この短期間にですね、福63、2回ほど撮影させていただきましたけれども、行きたいとね、もう本当にシンプルに思うぐらい美味しいかき揚げ丼でございました。もちろんそれ以外にもですね、前回からいろんな定食をいただいたりですとか、こちらのかき揚げ丼いただきましたけれども、本当にね、全部何食べても美味しいです。で、当日もですね、オープンの時間から撮影にね、お邪魔させていただいたんですけれども、このカメラセットしている間にお店満席。いやね、人気がうかがえるお店さんなんですけれども、食べたら納得。どれ食べても魅力的で、また明日来たいなと思うね。それぐらいクオリティの高い料理ばかりでございます。デカ盛りがね、こう注目されがちとなっておりまして、この福63さんといえばかき揚げ丼がイメージつく方もいらっしゃるとは思いますけれども、それ以外にもですね、どれを食べても美味しいお店さんとなっておりますので、気になる方はぜひこの福63さんで美味しい料理食べに行ってみていただけたらと思います。はい。ということで、本日の動画はこのあたりで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。